Hi everybody, how are you doing? Today I'd like to talk about how to make an English brain by yourself. はい、皆さんこんにちは。スラスラペラペラ英語を話すための英語の作り方を説明していきたいと思います。今日はですね、前置きしないでいきなり本題に入るんですけど、例えばこんな長い文章ね、これもう自分でペラペラっていうのって結構大変だと思います。ただ相手の聞いてるのを聞かない、聞き取れないとダメなんで会話にならないですから、今日ちょっと長い文をちょっと拾ってきました。で、日本語だと次のその意味は、こう上司にこう文句言うね、もうあなたの言うことをこんな変なのやるんだったらやりたくないとかって思うっていうことを、英語で言うと、私の仕事を続けることがあなたのひどい方針に従うことを意味するのなら、私はそれをやりたくない。長い文章ですよね。で、日本語だとこれだけ長いんですけど、英語結構短いです。やっぱこれって比べてみると分かりますけど、英語って子音がない分だけ、もう本当にちっちゃい言葉でできてんだなっていうのはちょっと分かると思います。で、それを今ね、言ったのは英語では、If keep my job means...Going along with your lousy policy, then I don't want to do it anymore. って言います。で、もう一回ちょっと解説しますけど、これ一番最初に私はそれやりたくないがちゃんと下に出てくるんですけどね、I don't want to do it anymore ね、なってますけど、うまく文章出来上がってるなと思います。で、説明していきますけど、もし keeping my job、仕事を続けるということの意味は何とかですってことになってますね、これね。は、going along with your lousy policy。lousy policy で、your lousy policy で、これひどい、方針ってことですね。と一緒にやっていくことを意味するのだったらっていう、ここの文章になってます。で、then が入ってて、I don't want to do it anymore。それをやりたくないですよっていう説明しています。だからこれちょっと日本語で漢字が入ってるから結構難しい感じですけど、上司に、あなたのその変な仕事の方針でやるんだったら、私はやりたくないよって言った時に、パツラッと言えるように、If I keep my job, meaning、going along with your lousy policy, then I don't want to do it anymore.で、パッと言えるようになるとかっこいいですよね。これもね、スラスラ話すようになるにはどうしたらいいのかって言ったら、シャドーイングって言って聞いて話す練習しないとやっぱダメです。これ音読でやっちゃうと、どうしても If keep in my job means ってこうなってっちゃうんですよね。で、これで音で聞いてて、音で言えるようになってくれば、スラスラって言えます。で、そのスラスラって言える順番は、まず最初に英語の結構ね、僕も完璧じゃないんですけども、正しい英語の話せる単語、ごめんなさい、発音ができる、ね、子音と母音がきちんと言えるようになってくる。で、そうするとそれを聞いて話す練習のシャドーイングってしてくると、英語のスピードにも慣れて話す、練習にもなりますんで、おすすめです。じゃあ今日シャドーイング、いつも言います、やってみますけど、サウスパークやってみますね。サウスパークですね。こんな感じです。Son, your mother and I noticed a change in your behavior, and all worried about you might be involved again. What? Oh, you mean the fellows? Yeah, sure. I can't talk about that. But it's a secret, though. That's true. All right, that's true. Why are you tripping now? I mean, come on, I'm part of the party with you. Jimmy, those people hanging out with you, no good. Yo, don't be beating my daddy, though. Then I fear.And what is wrong? So make it to him, huh? Yeah, it's just the beginning of that one. That is true. Nobody cares about the standard comedy. All the hard work they're trying. But Chris will leave the super bottom. Jimmy, with the torture before that, maybe the way to the whole reason. Why? Because your mother will make a honor of visiting in a high school. That's right. You are saved to the rich boy angry and got to teach your mother a nice lesson. And because it's for security, son. Yes, am I game? You get to talk about it. It's a super secret. It's a small thing to think through now. I used to the right kid. You just passed to the road to the Negro on the left. Where's that delivery of new fetuses? I'm feeling weak. Get your mother to listen. Hard work just to be outshined. 早いですよね。どうしても一言で、たくさん息吐いてうわーって話すんで、どうしても単語が
こうシュリンクって縮めて話すんですけど、やっぱこの縮めてもちゃんとアルファベットってちゃんと言ってるんですよね。ですのでその子音の音がはっきり話せるようになると、その音を縮めても話せるようになります。例えばそうですね、どれかないかな、縮めてもそうですね、じゃあこれだ、 If keeping my job mean going ってこういうふうに縮められます。これがこの通りで言うと If keep my job meaning going になりますけど、これ縮めて言うと If keep my job meaning going ってこんな感じになってきます。こういうふうに話されちゃうとどうしても聞けないんですよね。でそれは慣れてないからです。ですので英語のことになれるのにはやっぱり自分で話せるようにならないとダメなんですよね。それができない方は、どういう方かって言ったら鳩胸の方とか、それから猫背の方とか、体の硬い方、肺にたくさん空気を入れていっぺんにポンと出せないっていう、日本人の、本当に独特な、ね、体型なんですけども、その人たちは一回整体に行って、肋骨の筋肉、横隔膜が緩んで、1回と2回とかって体で覚えさせないといけないで伝わる数回かかると思いますけど、やってもらっといて体がたくさん肺が空気ができるようになる。そしたら今度腹横筋といってお腹の中の深い筋肉を使える、体にしてもらえることが大切です。これ自分でやるとちょっとかなりハードルが高いんで、例えばヨガをやってる、じゃあこれじゃ無理です。ヨガの先生ぐらいになってるとそれができるようになると思いますけども、だその場合は整体に行って、緩めてもらった方がいいです。このインナーマッスルを緩めてくれる整体を探していくことがポイントになります。それが終わったら今度シャドーイングですね、聞いて話す、その前に正しい英語のアルファベットを言えることです。皆さんは ABCDEFG 単語は言えるんですけども、このね、例えばこの means、 これはもう MEANSでこれは言えるんですけど、これ固まった時に means ってちゃんと言える方はこれ言えないんですね。なんでかって言ったらやっぱり子音の音きちんと出せてないからです。子音の音がちゃんとコンビネーションで means ってちゃんと出せないとダメです。そうですね、例えばこの any more、anymore で any more の音がちゃんと出せないと、これが短くなった anymore って音の発音にならないです。ですのでまず最初には、ちゃんとしたアルファベットが言えることからシャドー、英語のその、単語が読めるようになってシャドーリングです。ただそれすごく難しそうに見えるんですけど、これもう本当に続けてれば当たり前のことなんで当たり前になってくると思いますんで頑張ってください、ね、これ英語の学校に行ってこれ全部やると多分何年もかかるしわからないです。一番最初に英語の学校行って英語の学校この先生と話すのはもう出来上がってから簡単に言えば、練習するのが一番お金の、かからない方法なんで、サッカーもそうですけど試合に出る前にドリブル練習したりとか、ね、速く走ったりとかそういうの練習しないといきなりその試合に出ても勝てないですよね。それと同じで自分でできる練習は最初にやってから、その後に買うような練習するためにお金を費やした方がいいと思います。誰でもできることだと思いますので頑張ってみてください。それでは。